はい。皆さん、こんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェットタニです。はい。えー、この前ね、あの、コイフィッシングっていうね、あの、なんかあの、コイと遊ぶようなね、あの、変わったあの、コーヒーレストランにね、あの、YouTube を上げましたけどね、その時行く時の道のりをね、撮っております。えー、トゥールコークから、えー、イオントゥーの近くだったんですけどね、あの、コイカフェですけども、はい。まあ、で、あの、トゥールコークの辺ね、まあ、どうなってるのかなっていう形でね、ちょっとね、動画回しました。まあ、まああ あんまり変わらないですよね。はい。えー、トゥルコークのことね、意見よく求められるんですけどね、もうはっきりっね、私分からない。 な,ないんですよねあのまずねこのエリアねあんまり興味ないですはい、えー、例えばね、まあ、住宅の戸建てなんかをね大規模開発するにはいい場所かなというね感じがしますはい、えー、それだけねちょっと場所がねエリアが広すぎるっていう感じがするんですよねまあでどこがね何ていうんですかねこうランドマークかなっていうのがね定めにくいっていう感じですよねですからまあプロジェクトいろいろやってますけどまあああいう先ほど見たらね放置物件もね結構多いですよ、ね はい、えー、建設ねいっぱいやってますけどもまあどうなんですかね、まあ、いつも完成するんかなっていうね建物がやはり多いしまあ、なかなか完売が難しいっていう感じですかねでざっと見てもらってねこれ私の個人的にはこう不動産館ですけどもあの商業地はね綺麗になってもねやはり工業地ってねなかなかやっぱり生理が難しいと思うんですよねですからいつまでたってもねこう綺麗なお店ができるんですけど町全体がねあんまり綺麗にならない なないいかなっていうね感じがしますあこ,こになんかチンモンの、ね、大きな、えー、スーパーマーケットよりちょっとグレードの高いのができてましたよね。はい、ショッピングモールもね、絶対足らないっていうことはね、あのー、ないと思いますよね。まあ、どこのエリアかわかりないですけど。はい。えー、っとね、あのー、空港に行くどこの道までね、帰り出てきました。はい。これはあの、のロイヤルプノンペンの前のね、えー、プロジェクトになります。この辺りも今、もうたくさんね、物件出てますよね。あの、この黄緑のこれ、何なんだろう、この色って感じ、ね。これ韓国 このプロジェクトですよねで左がね中華系の,あのプリンスグループですよね銀行とかね、まあ、財閥系やってるところですよねこれまだねこの,あの黄緑の奥の方にね、えー、あの荒川さんっていうね日本人の方か何かね大規模にねあのコンドミニアム、ね、建ててるんですけどもね、まあ、どうなんかねよくわからないですよねはい、えー、こちら左の真っ白の方がねうちもねお付き合いがあるねモングループの、ね、コンドミニアムですはい、えー、南側からねあのトゥール高校を見て はい、これはあのフラットワイヤンですよね。あのー 日本の荒木さんがねたくさん売ってらっしゃるねあのホテル、えー、ですよねはいえー、っとですねまああのなかなかねこのエリアね全然こう詰まってこないんで,で,でどれぐらいの期間を考えてねあのプロジェクトをね、まあ、完成させるのかちょっと分かりにくいっていうことですよね要はあの1個2個綺麗になっても全体が綺麗にならないとやっぱり難しいっていうのがねまちづくりだと思いますこれもねほんいつ完成するんだろうっていう感じですよね はい。えー、こんな感じでちょっと流したような感じですけどね、まあご参考していただきたいと思います。もう一気に渡航規制解除でね、実際に見ていただくことができると思います。はい。以上ね、カンボジアお父さんチャンネルこごで終了いたします。次回更新お待ちください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。本日もご清聴ありがとうございました。